はい、皆さんこんにちは。写真家成沢です。さあ、そろそろ迫ってきましたよ。梅雨明け、俺たちのシーズンがやってきますよ。本日は成形写真の新定番ソフトフィルターというふうに評価されている健康さんから発売されたプロソフトンクリア、これについてお話したいと思います。最初にいくつか告知。先日アップした動画で大和渓谷さんというアウトドア登山雑誌タイムラプスの記事を書かせてもらいました。で、8月12日発売になってます。まずそちらぜひご覧ください。この間チャンネル登録者1000人超えましたっていうことで動画アップしたんですけども、その後も順調に増えてですね、応援いただき皆さん本当にありがとうございます。おかげで広告が表示されるようになりました。ちょっと煩わしい面もあるかもしれないんですが、今後の動画がですね、より一層良くなっていきますので、何卒ご理解いただきたいなと思います。最後にネオワイズ彗星のお話一応します。だいぶ暗くなって3等4等ぐらいになったんですって。肉眼で見るのはもうさすがに厳しくて、まあ、双眼鏡でもギリギリ写真はまだ写せるな。今ちょうど月の太いシーズンに入りましたので、8月の第2週目あたりからまた月が細いシーズンに入ります。その頃にはだいぶ暗くなってはいても、まだまだ撮影は楽しめると思いますので、写真派の皆さん、ネオワイズ彗星狙ってみてくださいね。ここからは実際に私が撮影した成形写真をもとにですね、成形写真でソフトフィルターを使うとどんな効果があるのかと、あと自分自身がどういうことを考えてソフトフィルターを使ってるのかっていうのをお話ししたいと思いますので、参考にしていただければ。ソフトフィルターの使い方とか解釈って正直ですね、写真家の方によっていろいろ考え方が変わるんですよ。どれが正解かっていうわけでもない気がするんですよね。なのでそれぞれのいいところを抽出しつつ、皆さんは自分たちの撮影に生かしてもらえればなというふうに思います。じゃあ今日は私の写真を見ながらご説明したいと思いますので、まずソフトフィルターありなしでどう違うかというと、この写真ですね、ソフトフィルターなしで撮った状態で普通にカメラにレンズをつけて、撮影した感じですね。でここにソフトフィルターをつけるとこういう風になるんですね。これ違いも一目瞭然ですね。2枚並べてみると、もうこう星がにじんでるのが分かると思います。ここにオリオン座があるんですけども、こういうですね、星座感が出せる星空を派手に目に演出できるっていうのがソフトフィルターの効果になります。で、まあデメリットとしてはですね、風景の部分もやっぱりソフトかかるので風景がシャープじゃなくなるっていうのがまず一つ目のデメリット。あとはレンズの前につけるソフトフィルターのタイプだと、この周辺がねちょっと歪む楕円形になるっていうのがデメリットですかね。どうしてもレンズの先端でちょっとこう緩く湾曲してるじゃないですか。でそこに対してもうこう平らなフィルターが取り付けられると、そのレンズの真ん中と端でフィルターとの距離が変わってくるんですね。まあ、その影響でこういうふうに星がにじんじゃうっていうふうに言われてます。周辺のにじみを解決するには、よりセンサーに近いですね、レンズの後ろにフィルターを貼るというのが一般的な考え方でした。これはあのシグマの 14-1.8 っていうレンズなんですけど、これですね、ここにソフトフィルターが刺せるようになってるんですよ。後ろにレンズのソフトフィルターが刺せるタイプっていうのはリーのソフトフィルターっていうシート型のフィルター切って貼って使うやつですね。レンズの後ろにつけて撮影するとにじまないと、その時の作例がこれですね。はい、これは、隅から隅まで全部点で写っています。全部点で写ってますね。さっき見たら楕円になるっていうのがないのがこの後ろにソフトフィルターを貼るという方法ですね。なのでですからこだわる方は自作してでも後ろにソフトフィルターを貼るというようなことをやってまして、実際私もこれ
サムヤンの 8mm の 2.8 っていう富士フィルム用で使ってるんですけど、これも後ろにフィルター貼っててブルタックっていうですね、写真を貼る用のなんか練り消しみたいなやつなんですけど、それをつけて無理やり貼ってるんですよ。これ問題ないんですけど、これで、まあ、こういうですねちょっと危険なことをしてみんなこの周辺の歪みを防いでたっていうことで、レンズの前にフィルターをつけると星が歪んじゃうので使いたくないよっていう人も結構いらっしゃいました。まあ、そうは言っても全部が全部こうやって後ろに貼れるわけじゃないですし、使いたいレンズの設計によっては後ろにフィルターを貼ることが難しい設計のレンズもあったんですよ。あとはまあ取り外しが結構めんどくさいんですよね。フィルターつけてばっかじゃなくて外して撮りたい時もあったので、まあ、そういう意味では前につけるフィルターの方が使いやすいなっていう印象はあって、まあ、周辺が歪んじゃう時は、まあ、その時はもうトリミングするか、歪みそうな明るい星が端に入ると歪んじゃうので、そもそも端に明るい星を入れないっていう構図を撮ったりとかっていう風に工夫をしてました。夏はですねあんまり使ってなかったんですよ。夏ってこう夏の天の川がすごい派手じゃないですか。ソフトフィルターを使わなくても十分派手めに映るんですよね。これは後ろにソフトフィルターを貼って撮影したものなので周辺がまあ歪んでないんですけど、星も大事なんですけど、やっぱり風景描写がソフトフィルターかかっちゃうっていうのがね結構嫌だったんですよ。これ山中湖で撮ったやつですね。山中湖と富士山、ソフトフィルターかけてないので、ここに夏の大三角があるんですが滲んでないですね。で、ただここの山の稜線とかは結構シャープに写ってるんですけど、これがソフトフィルターをかけると、これはレンズの前にフィルターをつけたので、まあ、周辺もこうちょっとね滲んじゃって楕円になってますし、なおかつここの山の稜線もぼやぼやして、この街灯ね、街灯をこう見比べてみると全然こうシャープさが違いますよね。これがね結構嫌だったので、私実はそんなにソフトフィルター使わなかったんですよ。唯一使うのが冬の天の川っていうのが非常に地味なんですね。あとは、秋の天の川沿いでもそのカシオペア座沿いの天の川のエリア、夏の天の川と違って冬の天の川はなんですかね、細かい星がビシッとこう密集してるんですよね。夏の天の川みたいに濃淡は少ないんだけど、細かい星がビシッと密集してて、なおかつ明るい星が多いっていうのが特徴なんですよ。その明るい星を際立たせるためにソフトフィルターをつけてたという感じなんですね。ソフトフィルターを使えばねこういうふうに、冬の星座感っていうのは出しやすいので、冬は割と必ず使ってましたね。ただやっぱりね風景がぼやっと滲むのは前に貼ろうが後ろに貼ろうが同じなんですよ。ですからまあ、本当は星が滲んで派手に写った方がいいんだけども、あえて、それを撮ってシャープさを優先したっていう時もあります。まあ、この写真とかがそうですね。後ろに、一応ここにオリオン座があるんですよ。全然わかんないですけど、ただこれはもう手前の風景とかこの山肌とかですね、これ山中湖で撮影したやつなんですけど、山中湖のこの、街灯ですかが滲むのがものすごく嫌だったので、これはソフトフィルター使わなかったんですよね。そんな中で健康さんからの新しい提案がこのプロソフトンクリアになるんですよ。で、通常のソフトフィルターって健康さんのソフトン A っていうやつと、それからリーっていうメーカーのソフトフィルターナンバー1、ナンバー2、ナンバー3あたりが成形写真ではいいですよっていうふうに言われていたんですが、これ実はポートレート用なんですよ。たまたま星がね丸く写るっていうことで成形写真で使う人が増えて定番のソフトフィルターっていうふうに言われてた。実は星空用ではなく人物用だった。だから私もこれ周辺が楕円になるとか風景がねちょっと甘くなるとかシャープじゃなくなるとかそういうこと言ってましたけど、それ星用じゃないんだから当然だよなっていうふうに今思います。なぜならばこのプロソフトンクリアは本当に成形写真用として、ソフト加減を調整したフィルターなんですよ。通常のソフトン A の 40% って言ったかなぐらいのソフト効果なんですって。星は滲むんだけども風景は
気にならないぐらいになるよ、風景がにじまないわけじゃなくて妥協できるぐらいのソフト加減で仕上げましたっていうのがこのプロソフトのクリアなんですよ。で実際これ使ってみまして、はい、この写真がソフトフィルターなしです。でここに北斗七星がありますね。ここにある明るい星がアークトゥールスっていう星です。まあ、こういう明るい星が端に来ると楕円になる、それから、風景が甘くなる、あとここのねこのなんか奥に明るい光があったんですよ、これもボワッとにじむっていうことで、通常のソフトン A をつけるとこうなりました。これだいぶ周辺歪んじゃってますよね。でこのソフト、あの真ん中もボワッとしてて、風景もやっぱりねさっきのやつと比べるとシャープじゃなくなるんですよね。ただまあ北斗七星ってすごい地味な星座で、ソフトフィルター使わないとこの時雲あるからまだちょっと滲んでますけど、快晴の時とかは北斗七星って全然ね星座感出ないんですよ。だからソフトフィルター欲しいんだけど使うとこうなっちゃうから、あーどうしよう使いたくないなっていう感じですね。最近まあ上だけかけるハーフソフトフィルターっていうのも、健康さんからとかとカニさんからもねパーシャルソフトフィルターっていうのが出てましたけど、まあ、この2種類でいくとね、まあ、つけるかつけないかっていうところで、うーんどうしようかな、つけないでとりあえず行こうかなっていうことで、今まではまあこうのつけない方を採用したんですけど、プロソフトンクリアを使うとこうなりました。さっきのソフトン A の時と比べてみましょうか。まあ、周辺の歪みっていうのは楕円になるっていうのは、まあ、これはもう当然なことながら発生するんですけども、あんまりやっぱりそれも弱まって気にならないレベル、まあ、構図によっては気にならないレベルになるんだろうなっていう感じですね。これ、まあ、明るい星がアルクトゥールスっていうですね明るい星が来てるので、まあ、こんだけ楕円になってますけど、気にしていたのはこの真ん中の明るい天候源ですね。まあ、ソフトン A の方だとこれさすがに真ん中の天候源明るすぎだよなって思うんですけど、プロソフトンクリアだとまあいいのかなっていう感じしますね。風景の岩のところを見てみると妥協できるぐらいなのかなっていう感じですね。手前がシルエットで、で星空っていう、構図の写真であればプロソフトンクリアを使えば全然気にならなくなると思います。でなおかつ、北斗七星もにじんでくれるということで、あちょうどいいなっていう、本当感想としてはちょうどいいっていう、本当その一言につきますね。今までまあソフトン A っていう、さっきお話したポートレート用のフィルターを今まで星空用として使ってたんですけど、まあ、それはもう終わりですね。まあ、これが成形写真の新定番のソフトフィルターになると思います。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。写真家としてのバックボーンが星にあるのか風景にあるのかって、ね、人によって変わると思うんですよ。だから星を重要視する人はやっぱりレンズの前につけるのがもう許せないっていうことで後ろにつける、すごくそれ理解できるんですよ、わかるんですよね。星を重要視する人はやっぱり後ろに貼った方がいいですし、後ろに貼るのがねちょっと怖いなと、そういう方はやっぱり前の方につけた方が無難ですから、適度なソフト効果がかかるプロソフトンクリアっていうのは、非常に使い勝手がいいんじゃないかなというふうに感じました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。